名選手、名監督にあらず。よく聞く格言ですが、これはどんなに優れた選手であっても必ずしも優れた監督になれるとは限らないという意味です。監督にはある程度の求心力と球団の顔としての役割が求められるため、日本のプロ野球の場合、監督になるのは基本的に現役時代に功績を残した人物が多いとされています。今回紹介する張本勲氏は、多くの大記録を保持していながらも今日に至るまで一度も監督を務めたことがありません。そこで今回は、今日まで張本勲が監督になっていない理由をテーマにお伝えします。経歴。まずは張本氏の経歴を簡単に紹介します。韓国人の両親を持ち、広島県出身の張本氏は、子供の時から体が大きく、ガキ大将としていつも大勢の子分を連れて歩いたそう。中学2年生時にはエースで4番打者として広島県大会で優勝を経験。しかし中学時代は喧嘩に明け暮れ、韓国人の子供として虐げられた怨念を喧嘩で晴らす日々。それはもう壮絶で、レンガで顔を殴られたり、ジャックナイフで腹を刺されたこともあったそう。それでも母親に広い家をプレゼントする、美味しい食べ物を腹いっぱい食べるという夢を持ってからは、吊るしたフルタイヤに向かってバットを振り続けるなどし、野球に明け暮れます。そんな努力が実ってか、1959年に東映、後の日卓、日本ハムへ入団。1年目からレギュラーに定着し、高卒ルーキーで2桁ホームランを放つなどし活躍。見事新人王を獲得しました。1961年には首位打者を獲得。以降も長打力と俊足を兼ね備えた安打製造機として活躍します。1976年に巨人へ移籍すると、長嶋茂雄監督の初優勝に貢献。1980年にはロッテへ移籍しますが、翌1981年限りで引退。23年間に及ぶ張本氏のプロ通算成績は2752試合3085安打ホームラン504本、1676打点、319盗塁、打率3割1分9厘ですが、3085安打は NPB 記録、 NPB 唯一の500本塁打300盗塁達成、史上最多の16度のシーズン打率3割、史上最長の9年連続打率3割の NPB 記録保持者、 NPB で最多タイ記録となる首位打者を7回獲得など素晴らしい成績を収めました。そして1990年には野球殿堂入りを果たしています。また現役時代から俳優業にも挑戦。地獄の野良犬では本人役で特別出演しています。名優菅原文太氏とも付き合いがあったそうで、あの仁義なき戦いでは菅原氏の広島弁のセリフを指導したと語っています。張本勲が監督になっていない理由。プロ野球選手として確実に実績を残した張本氏、なぜ今日に至るまで監督を務めていないのでしょうか。理由として、慣れなかった説とならなかった説、2つ説があると考えます。慣れなかった説。まずは慣れなかった説です。張本氏は1981年に現役を引退後、野球評論家としてメディアに出るようになりますが、その歯に衣着せぬ発言が大人気に。しかし一方で、行き過ぎたコメントで物議を醸すことも。例えば2015年、当時48歳の三浦知良選手が J リーグ史上最年長ゴールを挙げたニュースについて、張本氏が「もうおやめなさい、若い選手に譲ってあげないと」と発言。 J リーグファンからは「サッカーの佐野字も知らないあんたが言う資格はない」「一生懸命頑張って結果残している数をけなすな」と当然大炎上し、批判が殺到しました。直近で言えば、テレビ番組にて東京五輪のボクシング女子フェザー級で金メダルを獲得した入江聖奈選手に対し、女性でも殴り合いが好きな人いるんだね、嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね、こんな競技好きな人がいるんだとコメント。これには日本ボクシング連盟の内田定信会長も黙っておらず、同番組に抗議文を送るなどし、大きな問題へと発展しました。また2019年7月25日の甲子園岩手大会決勝戦にて、大船渡高校の佐々木朗希選手が決勝戦で登板を回避し大敗を喫した試合に関して、
怪我をするのはスポーツ選手の宿命だもの、痛くても投げさせるくらいの監督じゃないとダメだよ。あの苦しいところで投げさせたら将来本人のプラスになるんですよ。選手はそれを乗り越えて人並み優れたピッチャーにならなきゃと、佐々木選手と監督の小久保洋平氏を批判。この発言も物議を醸しました。他にもサッカー浦和レッズの選手や箱根駅伝の選手への批判、卓球水谷隼選手のガッツポーズの位置に苦言を呈すなど、野球界以外のところにも口を挟むなどし、たびたび炎上。このように思ったことをすぐ口に出し炎上してしまう傾向にある張本氏。もし監督になっていたら選手やコーチとのトラブルが絶えなかった可能性も十分考えられます。球団側もなるべくならトラブルを避けたいもの、監督になれなかった理由として十分挙げられるでしょう。ちなみに張本氏の某番組内での出現続きに名将野村克也氏は、朝の番組でいろいろ言ってるけど彼に選手を批判する資格はない、張本はバッティングだけしか興味がない、守備はいないも同然、お前人のこと言えるのかとテレビに向かって文句言ってるよ。張本がピッチャーゴロをカーンと打つだろ、あいつは一歩も走らない、ベンチ帰っちゃう、日曜日に勝つとかやってるじゃない、お前にそんなことを言う権利はあるかと痛烈に批判しています。ならなかった説。続いてはならなかった説です。張本氏によるとこれまで4回監督要請が来ていたといいます。1回目と2回目はロッテからの要請でしたが、まだ半人前ですからと誇示。3回目は日本ハムからの要請でしたが、これも自身の判断で断りを入れます。そして4回目、再度ロッテからの監督要請でしたが、なぜか球団が張本氏に要請をする前に金田正一氏に相談をしたところ、張本はやらないよ、わしがやろうと張本氏が知らないところで勝手に断りを入れたため頓挫。これには張本氏も私に聞きもしないでと詰め寄ったそうですが、金田氏は変わらず、どうせお前はやらないじゃないかと返したそう。このやり取りについて張本氏はいかにも金田さんらしいと振り返っていますが、こうして4度の監督要請は全て実現せず、可能性があったとすれば最後の4回目だったかもしれないと述懐しています。しかし張本氏は上記以外にも監督にならなかった理由を2つ語っています。1つ目は母親の存在。3ヶ月ほど張本氏の母が広島から上京し同居した時のこと。張本氏の母は妻に絶対に監督をさせてはいけない、功ちゃんが死んでしまうと言ったそう。この言葉を聞いた張本氏は重く受け止め心に留めていたそう。そして2つ目は監督という立場への考え方です。張本氏は監督というのは責任を持って選手を最後まで見るべき立場だと考えていたことだ。成績の良い選手は問題ないが、その一方で志半ばでユニフォームを脱いでいく選手たちがいる。その選手たちのその後の面倒、就職先まで見てやれるかと考えると私にはとてもできないとし、周囲はそこまで考える必要などないと声をかけたと言いますが、これに対してもそれは監督として私が育ててやれなかった責任でもあるかもしれないのだ、だから私は監督はやれなかった、監督というのはそれだけ選手の人生を背負って戦う重要なポジションだと語っています。そして監督要請は何度もあったが、私なりの考えやタイミングで実現には至らなかった、後悔はしていない、それが私なりの生き方だったということだとし、なぜ張本は監督をやらなかったのかとよく聞かれるが、なれなかったのではなくならなかった、監督になっていない自分の生き方に後悔はないと述懐しました。番外編、張本功の監督論。先にお伝えした通り、今日に至るまで監督になっていない張本氏、しかし自分なりの監督論はしっかりと持っているようです。その一部を紹介します。チームの監督選びについて張本氏は、日本球界は監督としての資質を見てというより選手時代の実績や人間性などを見て決めがち、監督の仕事はチームを勝たせること、人は悪いが勝たせてくれる監督と人は良くても勝たせてくれない監督なら私は迷うことなく前者を選ぶ、しかし球団は後者を選びがちだと語り、球団は
自分たちの言いなりになってくれる人を監督に選んでいるのでは?と大胆な指摘。そして続けて、球団によっては野球を知らない、現場を知らないフロントが決めている、こうなると選手はもちろんファンも悲劇とし、最後には監督選びは一番と言っていいほどフロントの重要任務のはずだが、少しおろそかになっていないか、もう少し専門家や OB の意見を聞き時間をかけて選ぶべきだ、野球は監督の采配がものを言うスポーツであることを忘れないでもらいたいと語りました。来年で83歳を迎える張本氏、今後高齢のため監督就任はないに等しいかもしれませんが、一度は張本監督も見てみたい気もしますね。というわけで今回は、今日まで張本勲が監督になっていない理由をテーマにお伝えしました。他にもあなたが知っている張本勲氏のエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは。